どうもロシングルです。コールオブクトゥルフやっていきましょう。さあ、泥棒の跡を見つけるということで、いろいろと洞窟の中を歩き回ってるわけだけども、さあ開くかな？開かない。こっちからは開かない。前回ね、あの奥に歩いてるの見つけました。こっちから行けんのかな？走るか？走ったらやべえかな。うわー、なんか垂れてるよ。青白い光るものが垂れてるよ。あれって一体。怖えな。足は古くなり脆くなってきている。ふう、何これ垂れてるの、何これ。うわ気持ち悪い。なんかね、こういうなんてことないんだろうけどもね、水に浸食された岩とかももうただあるだけでこの模様が不気味に見えますよね。幽霊の正体見たり、枯れ尾花じゃないですけども怖いね。さあヒントは何もないのか。怖いよー。あー怖い。さあさあさあ、お、下に行く道があるぞ。お、俺は全て調べている時間がない。小麦粉、カニ下に行ってみよう。うわー、なんだこれは。なんだこれ、お酒？動物性の油のようだ。だがクジラではなさそうだ。割った。うわー、緑色光ってるね。何ですかこれ、すんげえ気になるね。うん。じゃあちょっと奥へ進んでみよう。踏み入れてはならない深淵へ一歩足を踏み出しましょう。これ緑色の炎、なんだろうね。凛かな。うわー、ここは嫌な予感しかしない。ガチャ。お邪魔します。うわー、人の声が。ここで一体何が。誰かいるぞ。話しかけんな。人がいる。なんてことに巻き込んで。こっちのセリフだよ。大丈夫？いつでも銃抜けるようにしといてね。うわ、怖い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 。さて。どうすれば？こっちからなんか行ける感じはしないけども。ん？どうすりゃいいんだ？あ、こっちか。こっちだね。あ、怖え。はあ、怖い。めっちゃ儀式してるじゃん。明らかに明らかに生贄を捧げようとしてる。わわわ、どうにか助けらんないのこれ。クトゥルフでこういうのを助けるっていうのも無謀な選択ではありますけどね。でも人としての心を失ってはならないですから。ふう、怖い。ふう、やばいやばいやばい。怖えー。なんだよ、なんだ、何の音。怖いよ。これはサメ。テーブル、生贄のためか。これマグロ、サメ、共同墓地。ああ、これはエドワード・ピアスじゃない。彫刻が施されたクジラの骨。何か奇妙な生き物が彫られている。何かの崇拝の形なのかもしれない。了解だ。はい。手がかり。なんだろうね。さあこっちから行けんのか。お、はい。ああ、開かない。油がない。油がないので、とりあえずライターで、この内臓の量。お、ああ、これ、僕じゃん。ピアス後ろ気をつけて、こういう時。はーく。あんた誰？いやー、どれや。うわー、ちょっと死ぬ高さだよ。おかあ、夢じゃなかった。やべえ。ああ、正気度がどんどん食われてゆく。ああ、パニック。ああ、やべえやべえやべえ。逃げろ逃げろ逃げろ。くそ、出口出口。落ち着いて。小気度。乗り越えた試練の傷跡の残りが可能な限り尽くしている。青、まだ正気は保ってるようですね。なんかどっか。うわ、どうしたらこんなことに。ひー、正気がゴリゴリ削られていく。こっちか、こっちなのか。こっちなんですか？視界が狭い。なんだここ。どうなってんだ？どうなってんだ？おい、よっしゃ、よっしゃ。こっから行けるんじゃないでしょうか。もうやだ。次は私の番かな？ああ、その時が来たようだ。お前もすぐに我々の仲間になる。お前の体と心の準備ができていればな。やばっ。夢を見ている。やばっ。なんだってそれ。前に見た夢と同じだ。ですね。ゆっくり行けばバレないのかな。なんなん？お、これは、最近使われたように見える。何かの大きい意識に使われたのか。トンネルで見つけた担当持ち主はフードかぶった他の男たちに同行した際に落とした。やった、武器ゲットだぜ。儀礼用だけど。アイテムでほい。なんかあんまアイテム感ないけども、すげえな、まがまがしい。骨じゃん、こんなのただの。さあ、こっち側から。これは、オカルト。ラテン語は読めない。読みたい。これオカルト取っとけばよかったな。読めない。さあ、行こう。勇気を振り絞って、進むしかない。さあ、こうへ。開くのか？開かない。よいしょっと。こっちから行こう。ふう。よいしょ。ほい。こっちで調べよう。海の音が怖えよ。すっげえ怖い。とりあえず、ちょっと、明るさでね、恐怖を紛らわそう。ダイナマイトない？ダイナマイトで一網打尽にしてやるぜ。たとえ海の主だろうと。ライターに持ち替えて、アイテムとか何かヒントないですか？よいしょ。やば、バレちゃうバレちゃう。うわ、いるね。いやー、これ入るの無謀じゃない？とりあえず開けるけども、これ無茶だぜ。バレる。怖え。ちょっと隠れて。なんだ、生贄。眠れる者よ、この夢見る者を不死の翼の下に受け入れたまえ。ヤクトゥルフ・ニスシャ・ハフタ軍。やべえな。カルト教団っていうよりももう完全にクトゥルフ教団ですね。ああ、怖え。バレないよね。バレたら即死とかないよね。いい、怖え。ちょっと洞窟を探索するって目的だけど無謀だよ。ちょっと待ってよ。今んとこバレてないね、ここの位置だと。よし、開きそう。くぅ、鍵が。暗い暗い暗い。よいしょ。これ以上行けない。マジか。行くしかないんですか？マジで行くの？いや、これ絶対バレるじゃん。だってこっちはもういけないよね。結果そっち側だよね。うわ、怖え。大丈夫か、バレてない。よし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 。うわ、やばいやばいやばい。至る所にいるぞ。これはやっべ。いけない。ああ、やだ。頭がどうにかなりそうだよ。すげえな。こんな大量の内臓どうやってクジラを引き裂いてんのか。これはなんだ。怖い。あ、よし、バレてないバレてないバレてない。よし、裏来た。さて、うわ、なんだこれ。ちょっとこれを調べられないっていうのもおかしい話ですけども。はい、医学。死んでいるのか。儀式で彼らを殺された。それにはどんな意味があるんだ。え、マジで殺されたの？ダークウォーター、オカルト。はい。眠るカルト集団。皇太子の上に寝かされている。死んでるように思えるが、体は腐敗しない。これは昏睡状態の一種か。一つ確かなのは、この男たちには身体的特徴を変える治療が加えられていること。今も男たちと呼んでいいものであろうか。いや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 、これはまただ、この古代文字。ああ、もう少しオカルトを振っとけばよかったかな、初期で。こっちはバレる？こっちバレる。そう、あった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 。危ねえ危ねえ。緊張の連続だぜ。クトゥルフは緊張の連続だ。レポマンか。うわ、これいけんの？本当に？うわあ、よし。すごい、みんなあっちに集中しまくってて、こっちに全く気づいてない。よかった。青い光が見えるぞ。なんだこれ。よし、静かに静かに。うわー、これって夢で見た。Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? Oh, yabe! An intruder! Oh shit! 嘘だろ。ねえ、手がタコだよ。ポリス、動くな。動くなよ、タコ野郎。わあ、気持ち悪い。おっ、撃った。おお、うわー、チャールズ。ああ、夢は本当だった。うわー、いやー、何、やば、いや、お、いやー、いやいやいや、うわー、おお、危ね、やべやべやべ、うわわわわ、ちょ、やばい、何も調べる時間がない。後ろも振り向けない、怖すぎる。はは、いやいや、うわは、ちょっと待ってくだせえ、やだー、ちょっと、いやいやいやー、足が、My leg。え、脱出できてない。耳がキンキンする。どうしたらいい？どういう状況？とりあえず。1ポイントもらってるね。戦闘が多くなりそうな予感。さあ、どうしようかな。操作あげます。徹底的に探偵としてね。とりあえず進もう。いやー、やばいね。完全にタコ人間だったよ。まがまがしい。正気を失う。巻き込まれて死んでる教団の人が。ごめんね。僕じゃないんですよ。あー、気持ち悪い。なんてゆらゆら揺れるんだ。あー、やだやだやだ。お、よいしょ。ライト。ああ、嘘だろ。ピアスとブラッドリー巡査は侵入者を追ってホーキンス邸真下の地下洞窟網に入る。ここはカルトの秘密集会所。チャールズ・ホーキンスが執り行う奇妙な儀式を目撃した。チャールズ・ホーキンス。生きてたどころか。ね。人じゃないものになり下がってたね。で、ブラッドリーが逮捕を試みるが、体が様々な変容を呈するホーキンスによって内臓を抜き出された。逃走を図ったピアスは落盤に巻き込まれる。重傷でリバーサイド病院に運ばれた。おお、無事。脱出できた？洞窟からは？ただカルト教団の謎が一切解けてないよね。おう、病院だ。ああ、生きてた。耳が。フライし、注射器を用意してくれ。血まみれ。体が。なんでこんなことに？ちょっと。ダメだ。何を打った。気持ちいい。眠くなって。なんかうさんくさい医者だね。発作起こしてる。ちょ今の薬良くないんじゃないの。体大丈夫。強いか。おい、ふざけんな。何を打った。こっちは落盤に巻き込まれたんだぞ。え、おお、幻を。はあ、どこだここ。立てない。え、あれ、ブラッドリー、俺に何をした。この紐を外してくれ。あんた死んだはずじゃ。え？夢見てんのか。何を。超人結成でも打たれたのか。はあ、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 精神病棟。はあ、なんだこれ。うわ、なんだこれは。ガス。ちょっと。嫌だ。お願いだ、ここを出たくないんだ。収容所職員。あいつに見つかる。わーと、なんかないか。待機。待機待機しちゃったけど、いいんですか？あれなんだこれ。は？え？あ、収容所から、無事出されたようですね。体の怪我もなんかフラフラすんな。でもフラフラしてますね。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い。何か調べられるもの。くぅ、なんか探偵どころじゃなくなっちゃったね。とりあえず生きてここから出なきゃいけないみたいなサバイバルホラー。ちょっと待ってくれ。わあ、ちょっと夢の中まで追いかけてきたリヴァイアさん。私の孤独な放浪の後を追って。地図一面に。はあ、ちょ、何言ってんの？おじさん寝てる？大丈夫？おい、ペッパー。わあと、シーってやってる。何？ああ、これ。なんだこの、あれ？大丈夫？おお、ちょ。ブルブルしてるよ。ああ、声を。ああ、そして視点がぐるぐるして気持ち悪い。夢の中か、これ。私の血の色を隠せるほど濃い色の海はない。なんだこの声。リヴァイアさんって。リヴァイアさん、まあファイナルファンタジーだと召喚獣で有名ですけども、映画だと深海から襲ってくる化け物で有名ですね。モンスター映画ですね。そしてクトゥルフでも漏れなく古き者どものようですね。ああ、これはやっぱ夢か。選択を迫られる。解き放つ。顔に傷がすごいついてるね。うわっと、これ封印。やばい。逃げましょう。これ、なんだ、夢なのか。夢であってほしい。ああ、マリー・コールデン、頑張って立つのよ。あんた誰？おう、はあ。イーサン・ブラッドリーの友人。はあ、ブラッドリー生きてる。理解ができない。あんたが俺を薬漬けにしたから、もう夢と現実の区別がつかないんだ。え、そうなの？わかった。脱出を手伝ってくれるってわけだね。とりあえずは。わかった。とりあえず奴らここで患者たちに何をしてるんだ。何をしてる？知らないんだ。治療のために上に連れてこられる。階段の上に2人。OK、わかった。うわー、精神病のおかしい人の声が聞こえる。収容所を脱出する。ピアス。小気度はなんか儀式。ホーキンス定家のトンネルにてピアスは見た。痛ましい姿をした男によって内臓を抜き取られるブラッドリー巡査を。ガウンを着た男たちとその儀式は元軍人たる彼を同時させるものではなかった。しかしブラッドリーの残虐なし、死んだチャールズ・ホーキンスと見えるし犯人の発見、そしてこの人物の人間離れした力、これらにはさすがにおじけづく。ピアスは依然として文字通り目を疑っている。この恐怖の像が見えていることをブラッドリーの死によるショックのせいにするかもしれない。あるいは落馬による酸欠のせいにするかもしれない。正気度がちょっと減りましたね。安定ですが、まだ安定してます。ふぅ、怖い。もう、どうしたらええね。さあ、チャールズ・ホーキンス、41歳選手。チャールズ・ホーキンスが生きている？醜く歪んだ姿であるが、こいつはホーキンスに似ている。正体に気づいたブラッドリーを襲撃した。火事の夜にチャールズに何があったというのだ。このような状態で大やけどを負った犠牲者は見たことない。何かがおかしい。まあ、タコの手が生えてっからね。おかしいどころじゃないよ。で、マリー・コールデン、32歳、一社。ブラッドリー巡査の友人の女性はリバーサイド病院で一般医をしている。俺が到着するずっと前からフランが違法活動に手を染めていることに気づいた。奴の事件を明らかにしようとして、ホーキンス事件を追う俺を手伝えば彼女自身の調査も進められると考えている。なるほど。彼女は彼女で別の目的があるわけですね。ハリケーンランプ。商品が激しいので注意。はい。では、一旦ここで終わっておきましょうか。さあ、次も、深淵を覗くのは、お前だー！アリベデルチー！